7月25日、夢つながり未来館ゆいぴやで、夏のお楽しみ会工作教室が行われました。改めて、こんにちは。この催しは、夢つながり未来館ゆいぴや内にある山田駅前図書館が、夏休み期間中の子どもたちに簡単な工作に楽しんでもらうとともに、図書館を訪れる機会を作ろうと開いたものです。この日は市内の就学前の子どもたちや小学生が参加、画用紙やタコ糸を使って音を発しながら飛ぶ飛行機作りに挑戦しました。地域で子どもたちにおもちゃ作りを教えている団体 MUS の会のメンバーの指導のもと、子どもたちは紙から飛行機の本体と部品を切り取り、本体に部品を取り付けていきました。本体を飛ばすと空気抵抗によりこの部品が振動し音が鳴るという仕組みになっています。部品を取り付けた本体を紐のついた棒に取り付けて完成させると、子どもたちはその棒を思い思いに振って音が鳴る飛行機の不思議と面白さを感じていました。できた。くるくる回したのが面白かったです。一人で頑張って作ってたので良かったです。7月27日、市役所で夏休み特別企画市議会見学会が行われました。これは子どもたちが市議会の役割について学ぶことで、自分も町を良くすることに参加できることを知り、政治を身近に感じてもらおうと企画されたもので、市内の小学5、6年生34人が参加しました。はじめに市議会とはどんなことをするところなのか、市議会議員はどんな仕事をしているのかなどの説明が行われると、子どもたちは参加した議員に、町の防災対策はどんなものがある、議会が開かれていないとき議員は何をしているなど、たくさんの質問をしていました。次に本会議場をはじめ、委員会室、特別委員会室、議会運営委員会室などを見学。本会議場は大阪府北部地震以降、一般傍聴者の入場を再開していないため、廊下からの見学となりましたが、子どもたちは写真を撮るなどして楽しそうに見学していました。最後に、町や防災など8つのテーマの中から興味のあるものを選んで、そのテーマについて今の自分にできること、大人もしくは議員になってやってみたいことを書いて、その内容を各グループの中でシェアし合うなど、今まで直接関わることのなかった市議会について知識と理解を深めていました。7月30日、開発途上国の技術者が水道部庁舎を訪れ、片山浄水所などを視察しました。これは国際協力事業の一環として行われている都市上水道維持管理コースの研修で、アジアやアフリカなどの水道技術者11人が訪れました。研修員の母国では地下水を利用した水道施設が多く、同様の地下水を利用した水道施設である片山浄水所での浄水方法やメンテナンス、水質検査などについて説明が行われました。そして片山浄水所に移動し、井戸や浄水処理の設備など説明を受けた実際の施設を視察しました。研修員たちは設備の材質や容量、運用の仕方などについて質問したり、水道水の味を確かめるなどして日本の技術に触れていました。片山浄水所の視察が終わると、水道部職員とのディスカッションが行われ、研修員らは施設の地震対策やリモートコントロール管理などについて質問し、母国での水道事業に役立てようと熱心に学んでいました。